ハピオどうもひなぴよと。はいどうもどりです。水飲んでた。タイミング悪かったわ。え、なんだっけ？前回。うん、海ちゃんじゃない、なんだっけ、しずくちゃんか、うん、しずくちゃんを殺しちゃった、うん、イエーイイエーイ、うん、で、なんかもしかしたら増えてるかもしれないよね、うん、ちょっと見とく一応ね、あ、あるあるある、え、ちょっとじゃあしずくちゃんのこのファイル見るとこからやるか、うん、1は見たよね、この間ね、うん、じゃあ2、幼い頃、両親に虐待を受けており、それを見つけたのが海であった。あ、体にできていたあざを不審に思った海がこっそり雫の家までつけて、窓越しに雫を虐待する現場を見つけた海がすぐさま警察や親に連絡を入れて一連の事件が発覚した。お、雫は自分を助けるためにそこまでの行動を起こしてくれた海の強さや優しさに感謝をし、以来何があっても彼女のためにその身を捧げる決意をする。あーでもね、助けてくれた気持ちはわかる、うん、なるほど、ファイル3もあるね。彼女が海に抱く感情は友情以上の愛情である。おう、が彼女はこうした自分の思いが報われるのを全く望まない。あ、じゃあ恋愛的な感じの意味での愛情だったってこと、うんうん、彼にそうした場面が訪れたとしても彼女の方からそれを拒絶する、うん、なぜなら彼女にとっての幸せとは海と結ばれることではなく海が幸せになること。いい子じゃねえか、ただの、なんてけなげなんだ、うん、自分と一緒になる以上の幸せがたくさんあることを彼女は知っており、何よりも自分では彼女に幸せな人生を与えられないとわきまえている、はあ、彼女が捧げるのは海に対する愛であり、そこに自分が含まれることはなく、極論海以外はどうでもよく、海のためなら雫はここに集まった全員を皆殺しにしてもいいと思っている。このちょっとこの辺りから歪んでくんね。この子もでもかなりサイコパスだよね、うん。海のためならそれこそどんな手段とも言わず、手段も厭わず、彼女にとっての何だっけ、これちょっと読み方忘れちゃった、また調べとこう、うん、とは海という絶対しかない、他の価値など自分と同様、へえ、ちかい漢字むずくね、このゲームね、ほども思ってない、この愛にかける思いの量はまさに狂気と呼べる域でもあった。はあ、人海か、さっきのは、うん、計りか、そうだ、計りか、よし、じゃあまあ見たから、うん、次の対戦やるか、行こう、よし、次誰かな、お待たせ、それじゃあ3回目のゲームのタイトルを発表するわね。うーい、今回のタイトルはこちらよ。何かな、うわー、楽しそうだね、うん、うん、今回は随分と普通だな。まあこういう単純なのも必要でしょ、ただ普通のかくれんぼとは違うから、その点についてのルールを説明するわ。ほう、うん、ここがゲームの会場よ。見てわかるかもしれないけれど、ここには8つのロッカーがあり、その中に人が隠れられます。ルールは極めて単純、この中のどれかに隠れるというもので、私がこの中にのどれに隠れたか当てるという単純なものよ。ただしその際に私が使用するのは本物の武器、刀になります。刀？刃になる？あ、まあいいや。それをロッカーに突き刺すから、当たった瞬間その人は死んじゃいます。すげー、確かにそれは単純なゲームだな。でしょ？ちなみに私の刃かな、うん、ちなみに私が刃を刺せるチャンスは3回、3回外して当たらなかったらあなたたちの勝利よ。で、ルールはそれで全部？うん、もう一つ重大なルールがあります。それが私がこのロッカーに対して事前にある仕掛けを施せるというものです。仕掛けっていうとどんな仕掛けなの？私が仕掛けを施したロッカーに人が入った場合、その仕掛けが教えてくれるというものです。ちなみにこんな感じに教えてくれます。あー、わかりやすい、分かってくれたかな、うん、ちなみにこの仕掛けは2個設置できます。うん、なるほど、その仕掛けを2箇所設置できて、さらに3つのロッカーに刃を刺すことができると。こっちの有利だね、なんか、うん、つまりお前には合計5回のチャンスがあるってことだな。
ロッカーの数が8個であることを考えると、お前が相手を殺せる確率は8分の5。少し俺たちに不利だな。うん、だからそのための質問よ、うん、私がどのロッカーに仕掛けを設置したかうまく質問すれば、そっちも生き残る確率は上がるはずでしょ。ま、今回はシンプルな分、運の要素も強いけど、そこも含めて楽しみましょう。以上で何か質問はあるかしら。特にないな。俺もナッシング。私もありません。みんなのテンションの差な。オッケー、それじゃあ対戦相手の発表に移ろうかしら。さあ、栄えある今回の対戦相手の名前は、チャラ男ですよな。おお、天井員ソラくん。やっぱりか。いやはー、とうとう俺来ちゃったか。来ちゃったわよ。と、あ、どうどう、緊張してる、それとも怖い。どっちかっていうと緊張の方かな。さすがに命のやり取りをするゲームなんて初めてだからさ。その割にはあなた最初と態度が変わらないのね。いやー、そうでもないっすよ。こう見えて心臓バックンバックンですから。でもまあ、こういう機会ってめったにないから、俺は俺で有効に使わせてもらいますよ。そう、よくわからないけれど楽しんでもらえれば私も嬉しいわ。ところでさっきのゲームについて、やっぱ一つ質問させてもらいたいんだけど、俺たちのもので使えるものがあったら何か使ってもいいかな。使えるもの？別にいいわよ、そんなものがあればだけど。了解、それじゃあまあ、いろいろ試させてもらいますわ。うん、何を試すんだ。じゃあゲームを始めましょうか。うん、何されるんだろうね。何する好きだ。何なんか何も考えてない感じで結構考えたりするかもしれないね。うん、赤羽仕掛けターン。ああ、まずは赤羽がロッカーに仕掛けを行うターンからです。8つのロッカーの中から好きなロッカー2つを選んで仕掛けを施してください。もしそこに人が隠れた際、赤羽には分かるように矢印表示が行われます。それでは仕掛けを施してください。どこに仕掛ける？どうする？どうする？こっちの斜めどっちかにする？高校か、高校か、うん、ああなるほどね、うん、こことその左上かってこと、うん、じゃあ、どうしよう。まあなんこ、じゃあ高校にしようか、うん、左下、右上にしようか、うん、こことここ、うん、まあでも今回うまくいかなくてもさ、なんか関連刺したら当たるかもしれない、ね、普通に当たるかもしれない、ね、かくれんぼターン。せてった。赤羽さん、質問についてなんだけどさ。はーい、何かしら。どんな質問をしてくれるのかしら。質問はなしってことで。え？あんたそれ本気で言ってんの？本気本気。大真面目ですよ。何考えて何？だってこのゲームで質問してもあんまり俺にメリットなさそうだし。ああ、まあ運要素強いからね。うん、むしろここで俺が質問しない方が残るゲームでのあんたの嘘が発覚しやすいじゃん。おお。残るはあと2ゲーム。次のゲームで使わなければあんたは必然最後のゲームで嘘を使うことになる。いや別に使わなくてもいいんじゃないの？ダメなの？いいんじゃないかな。でもね、そんなわけでむしろ質問しない方がメリットかなって思ってね。へえ、あんた見た目以上に結構考えてるのね。ま、その代わりというわけじゃないけど、ちょっといいかな、悪魔さん。お、悪魔に来るか、うん、隠れる前に使ってみたいものがあるんだけど。はい、どのようなものでしょうか。実はですね。なるほど、構いませんよ。では存分にお使いください。何使うんだよ。さすが悪魔さん、物分かりがいい。それじゃ、隠れさせてもらいますね。何？何したんだろう。あ、でも矢印あるよ。え？怖っ。ほう。え、じゃあ、なんか怖くない？でも3回刺せるから、うん、なんか、返り討ちにあったりしないよね、うん、とりあえず信じて刺してみる、うん、あ、ロッカーから血が流れ出した。いいの？殺せたってこと？でも3回後刺せるから、どっか好きなとこ刺す。いいよ、ドリちゃん。じゃあ、魔法陣近くの、これ？
こっち、うん、オッケー、うん、何も誰もいないようだ。いいよ、もう一個選んで。ここ、うん、オッケー、行くぜ、うん、おー、え、なんでロッカーから血が流れ出した。二つから。え、三回の歯を、え、刃の投資を終えました。え、それでは結果発表です。ソラさんが隠れていたロッカーはこちらです。おー、あー、死んでる。え、ま、おー、え、え、あ、え、え、関さんと、うん、しずくちゃん。死体使ったってこと？はあ、だって一番右はだって空くんでしょ。ここにも生えてたってことか。そういうことか。うわ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 、空もうサイコパスだな、ね、死体を使う。でもラッキー、うん、結果無事、お嬢さんは空さんを殺害できました。おめでとうございます。まあ私にこういう運ゲーみたいな、え、私か、まあ私こういう運ゲーみたいなの得意だし当然よね。それにしても血が2カ所から出てなんか変だとは思っていたけれど、まさかこういう仕掛けをしてたなんて。はい、ソラさんからの要望で前のゲームで死んだ仲間の死体をフェイクとして使っていたのです。彼らはすでに死体ですので、道具としての理由、使用する分には問題ないと判断させてもらいました。なるほどね、こいつ思ったよりもえげつないことと平然とするのね。ま、でもおかげで楽しめたわよ。そいつはどうも。あれ、あんた生きてたんだ。案外しぶといのね、びっくりしたわ。けどその様子じゃ、もってあと数十秒ってところかしら。どう？最後に何か言い残したいことある？いや、言い残したいこととかそういうのあんまないな。というか結局最後まで俺は俺のままだったみたいだし、これも痛えのはすげえ痛えけど、ぶっちゃけそれだけっていうか、最後まで、あー、俺死ぬのかーって感じっすわ。感情はあんまりね、ないのか。そうなの。けどそれって私から言わせれば天性の才能っていうか、できることなら私があんたみたいになりたかったわ。へえ、そりゃどうも。けど俺やっぱ人間らしい感情感じたかったな。おお。ああ、結局最後まで俺には笑顔しかないか。いいんじゃないの、あなたの笑顔私は好きだったわよ。うん。で、ソラ君？あ、眠っちゃったのね。おやすみなさい、ソラ君。あなたはある意味で私がなりたかった理想の存在だったわよ。うん。へえ。というわけでこれで中盤戦も終えて残るは2ゲームね。それが終えたら私と生き残ったあなたたちとの殺し合いだから楽しみにしててね。それじゃあ私は次のゲームの準備に移るから楽しみに待っててね。これワンチャン全員皆殺しいけるかな。いけるかな、うん、ちょっとうまくいってるよ、うん、とりあえず一回セーブして、うん、ソラ君のやつにファイルきっと出てるでしょ、うん、ちょっとなんか切なかったね。ね、ファイル2。一度中学の頃にシンジが不良に絡まれた時、そこにたまたまソラが仲裁として現れた。不良は何発か空を殴ったものの、どんなに殴られても笑顔を崩さず、全く恐れというものを知らないその姿に、逆に不良側が戦意をなくし立ち去ったという。なるほど、うん、彼は生まれつき人が持つ喜怒哀楽のうち怒と愛の感情が欠如した人物。このため彼は怒る、あるいは悲しむ、または恐怖といった感情を感じなかった。なるほどね。普段はヘラヘラとした笑顔を浮かべチャラそうな言動をしているも、そうした感情以外表現できないからであった。ごまかして生きてたんだ、うん、彼自身こうした感情を感じない自分の異常性を理解しており、理解理解、理解、ね、うん、理解しており、
そのためこうした危機感が、あ、待てそのためこうした危機的状況を利用し、どや愛の感情を感じようとする節がある。前にシンジを疲労から助けたのも友情からではなく、そうした場面に立ち会うことで恐れや恐怖といった感情を感じたかったからであった。あ、じゃあシンジは、うん、俺のことをすごい思って助けに来てくれたんやってなってたけど、ソラ君からしたら別に友情じゃねえよみたいな。そうなんだ。あー面白いね。ちょっとなんか早いかな。もうちょっとやる？やっちゃう？もうちょまだもうちょっと時間あるね。ね、ちょっとやって、ゲームの説明とかが終わったらとかかな。切るか。はーい、お待たせ。それじゃあ4回目のゲームのタイトルを発表するわね。はい、今回のタイトルはこちらよ。じゃんけんカードか、なんかよくありそうな感じ。じゃんけん。ルールは今から説明するわ。ただ最初に言っておくと、普通のじゃんけんとはちょっと違う要素があるわよ。ここがゲームの会場よ。ゲームの内容はその通り、その名の通りじゃんけんよ。ここにグー、チョキ、パーのカードが1枚ずつあるわ。互いのプレイヤーはこの3枚を持つ。じゃんけんって言ってるけど、じゃんけんだよな。あれ？じゃんけんじゃない？あれ、いいのか。ただし、ここからが特殊なルールよ。お互いのプレイヤーはこの3枚以外にもう1枚特殊カードと呼ばれるものを持ちます。この特殊カード、なんと出せばその時点で勝利確定という文字通り特殊なカードです。つまり相手がグーやパーを出しても特殊カードを出してる方が勝ちなの。ただし特殊カードと特殊カードがぶつかった場合のみはアイコになるわ。で、プレイヤーはこの4枚のカードを使い3回勝負をします。それで勝利数の多い方が勝ちというゲームね。なるほどな。けど3回勝負して最終的に勝利数が同じだった場合はどうするんだ？それは前も言った通り、引き分けだったらそっちの勝ちでいいわよ。あと私への質問も今までのゲームの同様に好きなタイミングでしていいわよ。以上、説明はこんなものかな。今回はメジャーな遊びだけに比較的わかりやすいでしょ。で、質問はあるかな？いや、特にないな。聞きたいことは聞いた。私もありません。いいわ、それじゃあ対戦相手の発表に移ろうかしら。うみちゃん死んでんな。さ、今回の対戦相手の名前は、どっちからやるんだろう。うみちゃんか。浜平うみちゃん。もうね、感情がなくなってるよ。本当ならここで岩山関くんを選ぶつもりだったんだけど、あの人あなたの代わりに死んじゃったからさ。だから代わりにまたあなたにゲームに出場してもらうわね。あ、ちなみに今回負けたら今度こそあんたの命もらうから、そのつもりでね。もうね、ちょっとさっきからどうしたのよ。ちゃんと私の話聞いてる？はい、覚醒してね。もちろん聞いてますよ。そのゲーム受けます。そして今度こそあなたに勝ちます。覚醒してるぞ。何あんた、雰囲気ちょっと変わったね。もうだってハイライトがないもん。そんなつもりはありませんが、少なくとも覚悟は決めました。覚悟？最初に私の覚悟がなかったせいで岩山先輩が死んだんです。あの人を殺したのはあなたではなく私です。それも全て私が死にたくないと弱さを見せたから。だからもう私はその弱さを捨てます。私はもう自分が死のうとどうでもいい。ただあなたに勝って残った人を救う、その覚悟であなたとゲームをする。へえ、面白いじゃない。どうやらようやく吹っ切れたみたいね。これでお膳立ても済んだかしら。お膳立て。それじゃあ始めようかしら、海ちゃん。私とあんたの2度目の本当の決着を。でもなんか復讐があるとか言ってたね。そうだね、個人的な復讐って言った。あれなんだ、なんだろう。じゃんけんカード1回目。1回目じゃんけんタイム。さあ、それじゃあ始めましょうか。さあ、まずはどのカードを出すか選びましょうか。どうしようか。その前に先に私が宣言します。最初の勝負で私はグーを出します。は？信じる信じないはご自由に。ただ私はすでにカードをセットしました。こいつどういうつもりよ。
けどもしこいつが本当にグーを出しているのならパーを出せば勝てるはず。どうする？ん？なんかもう平然と嘘つけそう。うん、だからグー出したっていうのが嘘でパー出したら負けるってことはチョキを置いている可能性がある。あ、どうなんだろう。あえて特殊カード使うとかここで。あー、なるほどね、うん、じゃあ特殊、今特殊カード使う？どうしよう、任せる。特殊、いや、れ、う、あ、う、特殊カード使っちゃうとさ、うん、完全にあとはもう運ゲーなんだよね。そっか。まあでもどうなんだろう、心理戦だね。うん、心理戦に持ち込んできやがった。海ちゃん、特殊いっちゃうか。うん、よ、こちらもカードを決めたわ。それじゃオープンよ。うわー、アイコだ。特殊特殊、うん、アイコのため勝者なし、引き分け勝負となります。あんた、よくもまあその顔で平然と嘘をついたわね、うん、何も嘘をつくのはそっちの特権ではないはずでしょ。確かにそうね、面白くなってきたわ。で、で、さっきは私が先に選びました。ですので次はそちらが先に選んでください。うん、うん、いいわよ。もうこれ完全運ゲーだね。ね、うん、うん、パー、うん、適当だけど、うん、こちらもカードを決めました。それじゃオープンよ。待って、これ絶対さ引き分けだよね。うん、どう頑張っても引き分けだね。うん、やべ、すでに決めました。うん、いや、一回レトルエンドは無理やったかね。待って、チョキがあっちはもう出てるから、うん、パーかグーしかないわけ。うん、負けるか勝つか。うん、はい、ああ、勝つ、一応勝つ方にしてみよう、うん、勝てるかもしれない、うん、チョキ。それじゃあ質問を使わせてもらいます。おお、うん、あなたが出したカードはグーですか？どうする？嘘ついてみる？嘘つく、うん、そうよ、わかりました。では私も決めました。それじゃラスト勝負よ。カードオープン。どうせでも、うん、ではこれにてじゃんけんカードによる勝負が決着しますので結果を発表します。結果は、赤羽お嬢様勝利数1、海様勝利数1よって結果は引き分け。ゲームのルールに従い海様は死を免れます。残念でしたね、お嬢様。次のゲームでの勝利、あ、次のゲームでの勝利キルを目指しましょう。いやー、勝てなかった、覚醒した海ちゃんに皆殺ししちゃった、ね、怖いこと言ってる。思った以上にやるじゃない、あんた。別に私自身は大したことありませんよ。ただこれで一つ証明されたことがあるだけです。何を証明されたことって。私は大したことはないけれど、そんな私でもあなたに一生を報いた。あなたも大したことないってことですよ。人を殺すことが好きなだけのただの女の子に過ぎないなら、私たちでも十分あなたに勝てるってことですよ。私はそれを証明した。本当に言うようになったわね、あなた。いいわ、なんだかすごく気に入っちゃったかも。それじゃ私はいよいよラストゲームの準備に入るから、最後も期待して待っててね。くそーくそー、海めくそー。じゃあちょっと成分分けようか、分けて、うん、5が5でやり直せばいい。じゃんけんの前だよね。くそ、うん、じゃあ海ちゃんのプロフィール見れないんだな、これ。
あ、2がある。2がある。読んどくか。小さい頃自分を可愛がってくれた兄の存在をぼんやりとだが覚えている。そのためか無意識に他人に優しくしようとする彼女の性格は兄に影響を受けたものである。え、うん、私、え、違う、え、せ、せき、違う、思うよな、それね、え、うん、違うのかな、どうなんだろう。そうした彼女の優しさは同時に強さでもあり、いじめに遭ってる子を真っ先にかばったり、事件に巻き込まれている子がいたら迷わず助けに行く。その後自分に被害が返ってくることを考えないし、それを二の次にしてでも他人を助けようとする行為は彼女が持つ異常さの片鱗でもあった。え、関さんがお兄ちゃん説あるよな。あるね。いやー面白いですね、うん、くそ海ちゃんに勝てなかったな。くそ海、ラストゲームじゃあやりますか、うん、ということで今回はこれくらいかな、うんうん、よし、次回お楽しみに。楽しみに。お疲れ。バイバイ。